ようこそお越しくださいましたはいありがとうございますさあもう本当にこの会場いっぱいにたくさんの方々にお集まりいただきました現金具さんから改めてご挨拶お願いします、はい、皆様は本当にお忙しい中お越しいただきましてありがとうございますさあということでまずはどんなこうスタイルでお越しになるのかなっていうのをちょっと私たちワクワクしていたんですがすごく シックな装いですね。はい、ちょっとだけなんかミステリアスな感じにしてみました。<laughs> いや、もう本当にこうスタイルの美しさが際立つってこういうことなのかなっていう。あのスリットの位置も、かなり上の方まで入ってるなって言うのが、いす的なんですが。<laughs> はいはい、ちょっとス,トストリット長めな感じに。<laughs> はい、<laughs> すみません、笑っちゃった。<laughs> いや、とても素敵だなと思って、息を伸びました。はい、しし今回、この皆様に、アメディスを。 お披露目する引きがやってまいりました。はい、今の心境をちょっと聞かせていただけますか。はい、えっ、ー、と、私はですね、こういった性別に生まれて。まあ、もともと結婚っていうものは、まあ、自分ができないとか。あのー、まあ、すごく諦めていて。まあ、すごく未来に期待が持てず。まあ、幼少期から十代、二十代を過ごしてきたんですけど。まあ、すごくご縁があって。 あのまあ芸能のお仕事するようになってまあ自分が生まれ変わり戸籍も名前も変わってなんかやっとその何ちょっとずつ夢が叶えられるんだなっていうことに気づいた時にあのまあやっぱり私って今もすごく性別に関してはコンプレックスがやっぱりあるしすごく辛い思いもまだいまだにするんですけど。 なんか人の愛とかあの自分以外の愛ってすごく永遠に続く気がしてしまってなのでなんか誰かの愛を叶えていくプロジェクトがしたいなと思ってでなんかそういった人の愛をたくさん叶えていく未来を自分で作っていったらなんか少しずつ自分のこのせいで生まれたことも何か 満たされるんじゃないかなと思ったりだとかあとは私自身もやっぱりねいずれかは結婚したいなとは思っておりますので本当に今日に至るまでねフォースカンパニーの皆様をはじめ本当に多くの方々に協力をいただいてここまで来ることができました本当に感謝してますありがとうございますなんか一番ね幸せな時に環境が整っていないっていうだけであのね本来結婚式だったりとかフォトウェディングがスムーズにいくことが いいかなっっていうのがやっぱり今ののの日本の現状なのであの今回のブランドを立ち上げるにあたってあのこれすごくみんなに伝えたいんですけどなんかまあ私がこうやってねプロデュースすると、まあ、結構 LGBT とかの枠に入れられやすくてこれも LGBT ウェディングって思われやすいんですけど全くその考えは私にはなくてもうほんと SDGs みたいな中の1個の中に LGBT が入ってるだけで本当に私はこれはもう LGBT って言葉よりも性別国籍年齢体型もう肌の色とかもう人種とかもう一切関係なく好きな人が好きな人と一緒になりたいよねっていう私の気持ちなので本当にここは LGBT ウェディングっていうには勘違いしてほしくなくてあくまで私がやる授業の中に「 LGBT が入っているだけであって本当にそこ以外にもう年齢、国籍、性別何も関係なくね好きな人がハッピーになってほしいなという気持ちが入っているのでそこだけはち,ょっとちゃんと伝わってほしいなというふうに思ってます本当ですよねべての方っていうのがもう本当に暑さの中にこう伝わってきたんですそう,そうなの、えー、だからきっとこれもねちゃんと言わないと LGBT の方だけにっていうドレスブランドになっちゃうとちょっと違うので本当にもすべての体型の方に合う。 もものなののなで本当に可愛いものだったりとか今まで例えば LGBT の方とかだと選べるドレスもすごい可愛いのが少ないとかちょっと昭和っぽいとかそういったドレスがすごく多かったからそれが本当になんかニューヨークっぽいものだったりとかヨーロッパっぽいものだったりとかとにかくもう私が手掛けるんでめちゃめちゃいけてるのが大量にあるっていうのとあのインポートとかもすごく取り寄せてあのサイズとかも直せていけるので本当にねあの着たかったドレスが100%着れるっていう。 ものになっております。では最前列の方から参ります。では後方から手を挙げていただいておりました、四列ほどの方です。国会からでしょう。では、そ隣に参りましょう、最前列の方です。